はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、アスカキララです。さあ本日なんですが、最強モンスターが実装になりました。おめでとうございます、ゆうやくん。エンタメイト、オットアイズユニコーン、名前が優秀だね。このモンスター本当に名前が優秀。なんでかっていうと、これエンタメイトでありオットアイズカードでもあるんで、これサーチがすごいしやすいっていうのと、これ見てペンデラムスケール、わかる、ペンデラムスケール8なの、これすげえ強いんだよ。ペンデラムスケールが8であることがすごい重要で、エンタメイトモンスターって、まあドクロバットジョーカーとかね、もっとOCC の方には強いモンスターがいるんだけど、デュエルリンクスには来てないので、今現状リンクスでこのモンスターがなんで強いかっていうと、ペンデラムスケールが8であるからっていうことと、あとオットアイズカードなんで、これ天空の交際でサーチできるんですよ。これがすげえ優秀だね。これ表側のね、フィールドのカードをぶっ壊すと、デッキからオットアイズカードをサーチできるよっていう効果ついてるんですけど、オットアイズカードなんで、これサーチできるんですよね。ペンデラムスケール8が今まではこの天空の交際ではサーチできなかったんですよ。4しかサーチできなかったんだけど、これ8がサーチできるようになったんで、かなりねペンデラム召喚がね安定するようになりました。はい、なので今回はこのデッキを使っていきます。でどうやって動かしていくかっていうと、基本的にはペンデラムデッキの動きをしていきますね。ペンデラムスケールを貼って、でペンデラムスケールをセッティングし、ペンデラム召喚をしていくと。でね、軸はね7と6、例えば流血の魔術師とオットアイズペンデラムドラゴンで、なんか黒の魔導士とか、あとこの新しいね激滅するダークアームドとかも出せますし、ドラゴンサックとかも出せますと。で6だったら、イーサルウェポンとか、あとこの辺のトリキライナーとか、この辺でまあトレミスとか、まあバウンサーとか、こういうモンスターも出していける。スロットがちょっと余ってるじゃ余ってるみたいなとこあるんで、ここは普通にライオンセバスとかの別にいいです。はい、であれですね、あと融合のギミックも入れました。今回はこのエンタメイト、トランプガール、これ場で融合できるんですよ、自分を巻き込んで。なんか融合住人生物みたいな感じで。で、これで、これ出していきます。はい。ガトリングールね。まあ、これとか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 、全部、コストにできるんで、これで融合していくと。これがね、なんか、ちょっとさ、パッと見するとさ、事故りそうになんか見えんじゃん。やっぱね、これが あるから、なんか、あんま事故んないんだよね。そうは言っても。うん。で、天空の国際はちょっと3枚本当は欲しいんだけど、被ると弱いんだよね、このカード。被るとすげえ弱いから、初手2枚とかマジでないの。だからまあ2枚にしてますっていう感じですね、一応。はい。で、あとはまあギミックとしては、オットアイズアドバンスドラゴンが一応天空の交際でサーチできるからこれ入ってるっていうことくらいかな。うん。で、融合もできるし、ペンデラムもできるし、で、エクシーズもできるっていう、結構ね、楽しいデッキになってるんで、ペンデラム召喚によくわからんみたいな人はね、ぜひね、使って、って見ていただきたいと思ってます。でペンデラムゲーザーっていう効果がねこれすごい強くてさ、エクストラデッキからペンデラムモンスターが回収できるんだよ、これ1枚星読みがあれば。うん、なので、一応ペンデラムゲーザーにしてるっていう感じですね。まあ、星読みを貼るっていうことがそこまで多くはないかもしれないけど、1枚しか入ってないからね、まあ、一応これにしてます。はい、回収できることもあるんで。はい、というわけで早速ペンデラム召喚とは何ぞやっていうねことをねお見舞いしていきましょう。やっと楽しくなってきたペンデラムが言える。スタンバイ。さあお相手の方、権現坂登るいいだろう。俺のターン。権現坂登るっていう名前なんかすごい強そうだよね。めちゃめちゃどうでもいい話なんだけどさ、権現坂登るっていう名前なんかすげえ強そうだよね。なんか前田刑事みたいな、前田刑事版の強さを感じるよね。なんか霞剣士郎みたいな。霞剣士郎、前田刑事、権現坂登る、なんか並んでてもあまり違和感ないでしょ。強そうだよね。すごい同点目始めるレベル8。やべえ、ビッグ弁慶来た、出た、ビッグ弁慶来た、超獣武者装備、グレートウォールも飛びしていく。やば、全力じゃん、ダブルオン。それサイクロンとかだから、それ後でいいんじゃない。まあ、でも同じかサイクロンだったらあんまり変わんない気がするけどね。これはでも完全にオットアイズユニコーンで分からせる気がられる気がするけど、これでまあこれはね融合しようイーサルマソージャリュー、イーサルウェポン、ペンデラム召喚、
ね、効果をね使わない。これ効果発揮でエンタメとトランプガールを召喚。トランプガールの効果発動。はい、ガトリング乱射事件いきます。ガトリング乱射しまーすマジテロ行為。はいどうあ、お釣り出し対戦ありがとうございました急に出てきてガトリング乱射すんのこれ迷惑だろお前。強こいつやっぱりおかしいよ。さあお相手の方ファンサービス来た。ファンサ来た。ファンサ来た。ファンサ強いよ。ファンサマジでね、ファンサはね結構なめてるとマジ痛い目見るからね。天空の交際を発動しよう。天空の交際を発動していく。これはだな、これはだな、ですな、ペンデラムスケールにセッティングしていく。ペンデラムスケールセッティングしていく。これあ新しい動き見せられるわ。これ多分電空の交際だろ。これ破壊するんだわ。8スケール破壊して今までは8スケール持ってこれませんでしたが、この8スケールを持ってこれます。これこれは強い非常に。で8スケール貼ろう。8スケール貼って、でまあ4スケール貼って、でペンデラム召喚77で揺れろ。これ強いよね。これなんかさ、結局さ、その天空の交際で割って持ってくるカードが弱かったんですよ今までは。下スケールしか持ってこなかったんで、今度これがね、まあ、先行だから、まあ、こっちか。マジでこのオッドアイズユニコーンを持ってこれるのはさすがに強い。8スケールだから。ドラグサック効果フォークン特殊召喚しといて、まあ、ちょこれがねエクシーサイになると墓地いっちゃうから、まあ、そこだけちょっと若干ねあれだけども、はい、ターン終了と。まあ、本当はねシンクロ召喚できればいいんだけどね。チューナーのペンデラムモンスターみたいなやつがいればね、シンクロ召喚できるんだよ。はい、近藤誠一来た。 OK、 セガサミーフェニックスね。セガサミーフェニックス近藤誠一、サウスポー近藤誠一で、ネクロドールとシザームか。なるほど。サクリファイスパペット OK。 このスキル大概やってることおかしいけどねこれマジで。ちょさ、ちょ1個言いてえんだけどさ、なんかカオスソルジャーのスキルとさ、あのレッドワイズのスキルが追加されたじゃないですか最近。あれさ、2ターン目以降と4ターン目以降っていう文言ついてんの、あれなんで。サクリファイスパペットとかさ、1ターン目でも使えるしさ、まあ例えば幻想とかさ、ガイアとかさ、まあ、初手から使えるわけじゃん。ああいう介護スキルはなんでさ、挑戦士とかさ、レッドワイズとかいうさ人気のテーマのさ、その強化スキルにさ2ターン目以降とか4ターン目以降とかつけんの。俺さ、運営絶対遊戯王のセンスないと思うんだよねマジで。パクられてやべやべやべ、ドラゴンサック返してやめろおいやめろ、俺のドラゴンサックの効果使ってんじゃねえぞ、おいやめろ、ざけんなマジで、ざけんなし、ふざけんなし。絶対センスないと思うんだよ。話戻るけど、俺運営スキルってか最近かもしんない。これは俺はこれでターンエンドだ。バグり散らかしてて、デュエルリンクスが天空の交際来た。これ天空の交際来た。これ航空叩き割るっていうマジ最強ムーブ見せるかな。これ航空を叩き割ってサーチするっていう最強のムーブ見せる。これ厳重機トークンね。厳重機トークンで、いやでもこれオッドアイズ持ってるしかないのか。これオッピー追ってるしかないね。オッピーペンテのするしかないね。これやることなしゃあないか。やることなすぎ問題発生してくる。まあ、とりあえずオッピー出して、あのペンデラム、あとエクシーズモンスター、あいつギガンテスドールは、まあ、ほっといてもそんなにやばいこと起きないんで、あれはほっときましょう。あれほっといて一応ネクロドールだけ殴ってましょう。まあ、あの伏せカードは多分パルスボムかなんかですね。多分あれは多分パルスボムだと俺は読んでます。オッドアイズペンデラムドラゴンの攻撃、全部打線のストライクバー、ターンエンドだ。多分マスターデュエルの方に開発のね、さっきの話も次なんだけど、マスターデュエルの方に開発優秀な人とか優秀な人材が取られてて、今マジで新入社員がデュエルリンクスやってるの。多分新入社員がデュエルリンクスのプログラムとか書いたりとか、なんかそのスキル考えたりしてるの多分ね、俺の予想。だからなんか
ゴミみてえなスキルとゴミみてえなプログラミングでバグり散らかしてスキルもカスみたいなやつしか出てこないんだよ。これはマジ、これはね多分マジ。天空の交際また叩き割ると、天空の交際で叩き割るで、オットワイズアドバンスドラゴン持ってくる。オットワイズアドバンスドラゴンマジか、オットワイズアドバンスドラゴンマジ。あれ絶対パルスボムなんだよ、あれあれパルスボムだからマジで、あれマジパルスボム。あれこれパルスってことはさ、これ融合しに行った方がいいんじゃない、多分融合した後。あ、わかったわ、俺天才かもしんないわ、これこれ天才ムーブ見せれる可能性があるぞ。ね、これオッピー持ってくるじゃん、これオッピー持ってくるじゃん。ほんでエンタメイトトランプガール召喚するじゃん、で先に融合するわけですよこれ。であれ多分パルスボムでトランプガールとペンデラムドラゴンでガトリングを連射するわけですよこれ。テロリストを連射していく、テロ行為をしていくテロ行為、テロ行為、急に出てきてテロ行為。ほらな、言ったでしょ、ほらそうなのよこれ、やっぱりな、読んでた。はいどうも。でまあ攻撃力がゼロだからダメージは入らない。ペンデラム召喚しておくしかないんじゃないか、さすがに。何出したところで、何出したところでなんだよなこれ、何出したところでかあるんで、マジでこれモンスター出してエンドある、結構何もしなかったら死ぬ可能性あるから、普通にあのジャイアントキラーとなんかヘブンズストリングスみたいな並べられたら死ぬからさ、とりあえずはもう横並べてエンドなんじゃないのこれ。揺れろ魂のペンデラム、天空に描け光のワーク、ペンデラム召喚。よしよしよし、でエクシーズ召喚をする必要1ミリもないから、マジでこれで単終了、これしかね。パルスボムっていうカードね、めっちゃ強いですよね。機械族がいると活動できて、その発動した以降に出てきたモンスター全部守備表示になるんですよ。これがねすげえ強いの、ライフが守れるからね。あのカードはめっちゃ強いです。ジャンクパペットやばいな、墓地から蘇生ね、墓地にいるギミックパペットモンスターを蘇生。特殊召喚でも反応2枚でしょ、蘇る。いやこれ何がやばいかな、反応2枚、これマグネドール、マグネドールとかが一番やばいですか、ね、あーデストロイ、いいよデストロイはいい、デストロイはいいや。オッケー、はい、ビスクドール、なるほど、ビスクドール、あビスクドールしかないってことは、あれなんだ魔法トラップか、あれネクロドールはいるんで、多分8はできるんですよね。だからまあ多分あのネクロドールの効果発動、 M 字開脚は出てくるんですよ、このカード以外のギミックパペットの。これねジャイアンキラー出てきたところでそんなにヤバくないんだよな、でも多分そんなにヤバくはないと思う。言ってね、あでもオットワイズ全部いってんのか、墓地いってて2枚いってんのか。オットワイズいなくなってるちょっとヤバいな、まあ、でもオットワイズペンデラムドラゴンじゃなくて、とりあえずアドバンスドラゴンはいるんで、この墓地のコンドーレンス、はい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 、コンドーレンスね、オッケー。選択したモンスターは効果で破壊されない、はい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 、相手の効果は破壊、はいはい、俺はこれでターン、はえんの、殴んねん、殴りもしないのマジ、分からせちゃうけど大丈夫、遊戯さんの力借りて分からせちゃう感じ。あ待って、とりあえずアドバンスドラゴン出してえな、どうせ、ならば、ペンデラム召喚って言ってですね、とりあえず、ガトリングで叩き割って、オットワイズアドバンスドラゴン持って、もういらないからよ。こいつはもう一回出たらもう仕事してるんで、あの、用済みなんで、帰っていただいて、で、ペンデラム召喚の前に、エクシーズ召喚を先にしていき、いや、先に、先にエクシーズだ。やれること多すぎて、なんかどっかでやってるか全然わかんないです。あの、サーマークしかないからね、これ。フィールド、サーマークしかないから、展開間違えるとあれなんで。で、幻想の黒魔導士。はい。で、4出して、ご覧に入れましょう。で、ペンデラム召喚。特殊召喚、はい。で、流血の魔術師、ペンデラム召喚。天空に描け光のワーク。あ、やばい、時間がない、まずい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 、時間ない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 
リリースしたらどう紹介しますか、はい、こうしてで効果打開されないからこの効果を発動する必要性は一切ない。バトルフェイズ入るでこう殴って幻想の効果除外する。危ない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 。さあお相手の方ユーリーさんですね。よろしくお願いします。これが今の俺にできる。闇優くんか。俺は俺の信じ。さあ闇優くんなんだろう。こいつデッキマジでわかんないんだね。俺のターン。こいつマジでわかんない。なんでもある。本当にスキルをスキル渋滞しすぎて闇優儀さんマジでなんでもあるから本当にわからない。月光なのかガイアなのか。フィールド魔法天空の光彩を発動。全然なんだあれ伏せカード。とりあえず流血の魔術師をペンデラムスケールにセッティングするぜ。ペンデラムスケールにセッティング、そして天空の光彩を発動。流血の魔術師破壊。オットワイズ持ってくるぜ。そしてペンデラムスケールにセッティング。そしてペンデラムスケールにセッティング。ペンデュラム召喚現れろ。俺のモンスターたちよ揺れろ。魂のペンデュラムがどうのこうの。ペンデュラム召喚。すごい展開力だ。相変わらずすげえ展開力だぜ。いけー。うおー。うわうわあ俺はこれでターンエンド。俺はええー、俺はどうしてディスティーだろ。強っ強っ。どうしてどうしてこんなことが。どうして俺ばっかりがこんな目に。ジェネレーションネクスト何それ。何そのカード。自分のライフポイントが相手より少ない場合にお互いの LP 数値だろ。クジルモンスター、ウルトラ色モンスター、ジューモンスター、ウルトラモンスターの10個だったよ。デッキもしか選んで AP が違うかと一緒にする。強えじゃねえか、なんか死んねえけど。なんか死んねえけど強えぞ。強え。え？こんなデュエル見せつけられたら。は？